リチャード・バーンズは、イギリスのラリードライバー。2001年の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオン。バーンズは、レディングのロイヤル・バークシャー病院で生まれた。8歳になると、家の近くの野原で、父親の古いトライアンフ2000を運転し始めた。11歳で17歳以下の自動車クラブに加わり、1984年に、ドライバーとなった。1986年に、 彼の父親は、ニュートンの近くにあるジャン・チャーチルズ、ウェルシュ・フォレストラリー・スクールに、彼を入校させた。彼はそこで、ホードエスコートを運転した。その後、故郷レディングのクラベン・モーター・クラブに加入し、デビッド・ウィリアムズの支援を受け、イギリス国内選手権に参戦する。1990年、ウィリアムズからプジョー 205GT を与えられ、プジョーチャレンジに参戦。シリーズチャンピオンとなり、 ジャックラリーで世界ラリー選手権デビューを果たした。翌年はイギリスプジョーのワークスドライバーに抜擢され、1992年まで同チームに在籍する。1993年からはスバルワールドラリーチームに加わり、同僚のアリスター・マクレーとイギリス国内選手権を争い、最も若いチャンピオンとなった。その後は WRC や、 アジアパシフィックラリー選手権を戦うもなかなか思うような結果が出ないシーズンが続く。1996年からは三菱に移籍し、その年のエイプクのニュージーランドラリーで初優勝するなど実力を見せ始め、1998年のサファリラリーでは WRC でも初優勝、さらにグレートブリテンラリーでも優勝し、三菱にこの年のドライバーズ、 マニファクチャラーズのダブルタイトルをもたらした。1999年からはスバルに復帰。序盤はマシンの熟成不足とピレリタイヤの開発不足で出遅れたが、中盤からはマシンとタイヤの開発が進むと持ち前の速さを発揮し、アクロポリス、オーストラリア、グレートブリテンで勝利し、ドライバーズタイトルを2位で終える。翌2000年はクリスチャン・ロリオーが開発した。 インプレッサ WRC2000 でラリーを戦うも革新的な設計があだとなりあと一歩のところでマーカス・グロンホルムにドライバーズタイトルをさらわれてしまった2001年ラリーフィンランド2002年ラリードイチュラント2001年はニューマシンインプレッサ WRC2001 のマイナートラブルに悩まされるも着実にポイントを重ねニュージーランドでの一生のみであったが念願の 世界チャンピオンを獲得。イングランド出身では初の世界チャンピオンとなった。2001年シーズン後にバーンズは移籍を表明したが、スバルとの契約の中にタイトルを獲得した場合、その翌年もチームに残留するという契約文が明記されていたため、スバルとの間で問題が発生する。結局、プジョーとスバルの紳士協定で人生化し、無事にプジョーへ移籍。 安定した走りを見せ、ポイントを重ねるも勝利を飾ることはできず、次第にもう一人のエース、クロンホルーム中心で運営されているチームに不満を覚える。翌2003年も安定した走りでポイントを重ね、チャンピオンの可能性を残して11月の最終戦ラリーギガバイトを迎えようとした。しかし、開催地カーディフへの移動のため愛車のポルシェ 996GT3 を走らせていたところ、 高速道路上で突然失神。同乗していたマルコ・マルティンの突破の判断でことなきを得た。精密検査の結果、脳腫瘍が発見され、急遽最終戦を欠場。この年、ヒュンダイのシーズン途中の撤退でシートを失っていたフレディロイクスが代役を務めた。発見された脳腫瘍は当初治療できる程度のものと言われていたが、 悪性脳腫瘍の一つで極めて治療の難しい正常細胞腫であることが判明した。この年、シーズンの途中でベルギーのラリー記者ミシェル・リザンに最近走っていると記憶がなくなる時があると漏らした。リザンはその言葉に一末の不安を感じたが予感は的中することとなった。バーンズは2004年シーズンにスバルへ復帰する予定だったが病気治療のため静養し、 結局、この年が実質的な引退となった。一時は回復の兆しを見せ、2005年8月、イングランドのキャッスルクームで行われたバーンズを応援するイベントに車椅子で参加。観客からの歓声に思わず、涙をにじませるシーンもあったが、これが公に見せた最後の姿となった。ドライバーとしての復帰を諦めず、最後まで病と戦い続けたが、 その年の11月25日、脳腫瘍のため死去。34歳没。最後の数日間は昏睡状態に陥り、静かに息を引き取った。彼を見取ったのは家族と限られた友人、そして最愛の女性でパートナーの増意であった。明日となった11月25日は2001年に世界王者を獲得した日でもあった。 生涯における WRC 通算成績は10勝。それまで WRC のチャンピオンドライバーは FIA カップ時代を含めて全員が存命だった。リチャード・バーンズ・ラリーはバーンズが監修を務めたラリーゲームでイギリスのソフトウェアメーカーサイの手によって開発された。PlayStation に Xbox、Windows Book 用が発売され、日本では プレイステーション24が日本語版として発売された。バーンズの名前を冠した最初で最後のゲームである。林道など、実際の道を最先端の画像能力で表現し、天候の変化などによる路面の変化も忠実に再現。音楽は、ポール・オークン・フィールドをはじめとする、テクノ・ DJ が担当した、というのは、 他のラリーゲームでもセールスポイントとなる要素であるが、RBR では他のゲームでは簡略化されることの多かった。クラッチペダル操作を導入し、車両の状態などで変化する細かい挙動を、あらゆる部品にミリ単位の調整ができる、セッティング、衝突時のダメージなど、ありとあらゆる点で実際のラリーカーを再現することでリアリズムを極限まで追求した。 ゲームの名を借りたラリーシミュレーターである。ありがとうございます。